チャオ、こんばんは。ローマルココです。今からスーパーに買い物に行くので、スーパーの様子をご紹介したいと思います。こちらはスーパーの野菜売り場です。こんな風に、この辺はパッケージになってますが、パッケージになってないお野菜や果物がいっぱいあります。で、こうパッケージになってないものを購入する際にしなくてはいけないことは、まず、プラスチックじゃなくて、土に帰るエコのこの袋を取る、手袋をする、はい、そして欲しいお野菜を取る。今日ブロッコリーが安いね。ブロッコリー買ってみようかな。ブロッコリー一株取りました。これを袋に入れます。入りました。これでここにブロッコリー1キロあたり 1.38 ユーロで、ここに48ってありますよね。この48番をこの計量器にこうやって乗せて、48番を押す、ね、48番。そうすると値段が出てくるんです。シールがこれ、ね、46セント、安いね。60円ぐらい、70円弱か。はい、はい、でこれをレジに持ってってお金を払います。こちらはサンドイッチとかすでに出来上がっているものが売っているセクションで、こちらはワインとかビールですけど冷蔵庫に入っているセクション。こちらの酒って冷蔵庫に入ってないものもたくさん売ってるんで、冷たいものが飲みたいときはこういうところから取ります。ジュースとかもね、冷たくないものも売ってるから、お水もこういう冷たいものが飲みたいときはそこから取っていきます。はい、こちらがビールセクション。この辺のは冷蔵庫に入ってないから冷たくないんで、うちに帰ったら冷蔵庫で冷やしましょう。こっちはワインね。まあスーパーの割には結構あるかな。小さいスーパーなんですけどね、いろいろあります。こちらパネトーネとパンドーロ、クリスマスに食べるものですけど、10月の末でもうすでに売ってますね。早い。こっちはポテトチップスとかナッツ類、おつまみとかですね。まあちょっと変わってるといえば、ポテトチップスがオリーブオイルで揚げられてるものとかかな。あとはポテトチップスは日本も世界結構共通ですよね。こっちは炭酸飲料系ね。で結構イタリアっぽいのがこの辺、キノットって言って柑橘系のジュースなんだけど、でもね柑橘系の味があんまりしなかったりするの。でも美味しいんだよね、うん、このキノットっていうのが結構有名かな、主流かな。この辺柑橘系のソーダ、イタリアのメーカーです。この辺はアイスティー系、うん、あのペスカっていうのが桃が入ってる、桃が入ってるピーチフレーバーのアイスティー。あとはレモンね。イタリアはレモンかピーチが主流かな、うん、その2つの種類でいろんな大きさといろんな会社が出してます。あとつい最近この頃出てきたのがこの会社か、うん、なんかちょっと変わったボトルをしてますが、
はい、ISD セクションです。冷凍食品、冷凍食品あんまり買ったことないんでよくわかんないんですが、ピッツァなんかもありますし、あとポテト系、オーブンに入れて食べれるポテト系とか、あとモッツァレラをフライしたおつまみみたいな、おやつみたいなものも売ってるし、あとはこの辺、フローズンのお野菜ね、ブロッコリーとかインゲンとか、ブロッコレッティって言って、まあ、菜の花みたいなのとか、グリーンピースだったり、あとよくほうれん草がありますね。この辺はかぼちゃとかね、あとマッシュルームと、これはアーティチョーク。この辺はミネストローネ、スープを作る時の材料になるフローズンフード。あとはお魚とか、魚のフライのね、でジェラート、箱詰めのジェラート、あとはエビとか魚介類のフローズンフード、こっちもジェラート。そしてこっちはお水、ボトルのお水です。これ1本から買えますから、こうやってパッケージになってるけど1本だけ抜いて買うことできます。炭酸のものから、こういう普通のお水から、大きいのもあれば500ミリリットルのもあるし、でこの辺お菓子、ウェイハースとか、あとチョコレート系のお菓子とか、あとグリコのポッキー、主人が大好きなリンゴなんかね、子供の頃から食べてるから今でも好きなようです。あとはチョコレート、イタリアのチョコレートって美味しいですよ。いろんな種類がありますけど、スーパーに売ってる安いのでもね、十分美味しいです。うん、リンツもスーパーに売ってます。あとはキンダーとかね、あとねこのデュプロっていうのがねすごいね美味しいんですよ。これ、ね、ウェアハースみたいなクッキーの中に、ヘーゼルナッツクリーム、あのヌッテラみたいなのが入ってて、ヘーゼルナッツが入ってんの。これ私の日本のお家が大好きで必ずお土産に持って帰ります。これね、一つ一つ袋にこのクッキーが一個ずつ包装されてて、7個だったかな、これ一箱に入ってんのね。それで 3.42 だから、バラ巻きのあのお土産にはいいんじゃないかな。これも似たような感じ、この辺もチョコレートね、卵の形したチョコレートだったり、あとバチね、なんか今ねこのゴールドっていうのがリミテッドエディションで出てます。これ普通のだけどね。はい、あとこのポケットコーヒー、これはあれ赤いのないのかな、普通赤いのがあるんだけど、これの赤いパッケージはチョコレートの中にエスプレッソが入ってんの。でこれもブルーもそうなんだけど、これはカフェインなしの方です。赤いのが普通のコーヒーで、こういうチョコレートの中にエスプレッソが入ってるの。普通ボンボンとお酒が入ってるけど、お酒の代わりにエスプレッソが入ってます。これね、一つの箱がこうあって2つ入ってるんだけど、それで、いくらだ、値段がここに書いてないな、多分ね2つ入ってて4ユーロぐらいだったと思う。だから1箱2ユーロぐらい、1箱の中に4つだか5つこのチョコが入ってます。この辺ジュース類、私が好きなのは、これなんだっけ、グレープフルーツ、ピンクグレープフルーツのジュースです。ちょっと苦みがあるところが美味しいんだよね。
あとは、まあ、オレンジジュースとかアーチェって言って人参とかリンゴオレンジが入ったジュース、そうリンゴジュースに パパイヤとかトロピカルのものだったり、これは普通のグレープフルーツね、パイナップルでしょ、あとこっちはネクターっぽいのね、なんだっけこれ、アブリコッカってに日本語で、ちょっと思い出せない名前があと洋梨とか、この辺は瓶詰め商品、例えばパプリカのオイル漬けとかマッシュルームだったり、あとはケッパーね、あとアーティチョークとか、オリーブとかね、オリーブも2種類あって、種が取ってあるものとないものと、あと詰め物がしてあるやつとかもあります。これ詰め物がしてある。この棚は最後までパスタです。これ全部パスタ、ラザニア用 の調理しなくてもそのままオーブンに入れて、ソースとオーブンに入れれば調理できるという簡単なラザニアシート、あとは卵入りのパスタ、あとスープなんかに入れると便利な小さなパスタ、この星なんて可愛いですよ。ツナ缶、こっちの人もツナよく食べますね。お豆類、すでに煮てあるのでもう缶詰とか瓶を開けるだけですぐ食べれます。こういうのね、あのパントリーにあるととっても便利です。あとお米類ね、日本のお米はこのオリジナリオが一番近いかな。この辺はペスト類とかペースト状のものと出来合いのパスタソース、こっちはトマト缶です。ピューレとかね、この辺ピューレ、私はこのムッティっていうのが好きかな。やっぱりね、トマト缶によって、トマト缶っていうかピューレによってトマトソースの味が全然変わるんで、皆さんそれぞれお好みのピュレがあるんではないでしょうか。とオリーブオイル、あとはサラダ油、それとブイヨン、牛肉とかあとお野菜、こっちはお野菜のものをよく使ったりもします。うちは断然お野菜が、ベジタリアンなんで主人がお野菜の使うこと多いですけど、あとこれは普通のだから多分牛肉のブイヨンじゃないかな。と簡単にスープが作れる素とか、あとスープパスタみたいのお豆が入ってて美味しいですよとか、アーティチョークのスープとかポルチーニスープとか、このポルチーニスープはね母が大好きなんでお土産によく持って帰ります。あと、リゾット、簡単に作れる即席リゾット、15分ぐらいできます。この辺は生協ブランドのものですね。あとはもう最初から、お出汁が出来上がってるもの、液体のもの、この辺ですね。この辺日用雑貨、
個人的にはこれ大好きなんだけど、ちょっとスポンジ系で水をすぐ吸って拭きやすいので、こういうスポンジの大拭き大好きです。安いに5枚ぐらい入って1.23ユーロ。スポンジね、洗うで洗濯洗剤、あとは、家をお掃除するものとか、あ違う、これ全部みんな洗濯の石鹸か洗剤、はい、小麦粉がお菓子用とか、あとはこれは揚げ物用、ピッツァ用。マニトバってピッツァとか作ると美味しいんですよね。ティポ1は何なんだろうこれ。でもフォッカチャみたいな絵があるから、多分薄力粉じゃなくて強力粉に近いのかな。でこのティポ00ってここにありますけど、00が中力粉と薄力粉の間ぐらいって聞きました。で0が、強力粉と、ファーロって言ってこういう麦系のお粉も売ってますね、あとはオーガニックのものとかね。あとピューレディパターテだから、ポテトのピューレができるものとか、あとこれポレンタ、トウモロコシの粉です。あとたまに食べるのこのフィエスタっていうスポンジケーキにチョコレートがコーティングされてるものなんだけど、10個入りで1個1個袋に詰めてあって、これも日本にお土産に持ってったことあるな。ちょっとオレンジとお酒の香りがするんで大人向けかな。まあそれの子供向けがこんな感じでしょうか、キンダーの。この辺みんな朝食に食べる甘いパンだったりお菓子だったりですね、多いでしょう。この辺みんなイタリア人の朝食セクション、シリアルとか。まあシリアルはどこの国でも似たようなものかもしれませんが、こういう甘いパンはイタリア独特なものじゃないかな。あとビスケットとか、この辺のもイタリア人が朝食に食べるクッキー類です。多分これくらいじゃ日本人はお腹空いちゃうよね、こんなの食べてくだけじゃ。イタリア人こういうのにエスプレッソとかカプチーノとか飲んで朝食終わりとかっていう人多いですから。日本のお魚とかお味噌汁とかご飯とか、ああいうのを見たら朝からフルコース食べるのかって言った人いますけどでもカロリー的には大して変わらないと思う。あんだけお腹いっぱいになるようなもの食べても、こんなクッキー数枚食べただけで同じカロリーになると思うからね、はい。この辺はお茶類で、こっちがコーヒーです。イタリア人は朝自分の家でこういうエスプレッソを作って飲みますが、いろんな会社のいろんなコーヒーが売ってます。こういうなんてカフェインなしとかね。で今はこう引いたもの、引いた粉じゃなくてこういうカプセルとかもみんなよく使いますね。うちはコイレオロをよく飲むかな、イタリアの蜂蜜も美味しいですよ。あとこういうヌテンラのようなヘーゼルナッツクリームのチョコレートとかね、ここにヌテンラがありますけど、あとはこの辺ジャム類。
申し訳なさそうに外国商品が隅の方に売ってます。お醤油とかね、海苔も売ってるけどなんかしけてんじゃないの、大丈夫かな。あとカップラーメンとかね。ここはハムとかチーズのセクション、欲しいグラムだけ切ってもらいます。あとこの辺は生協のブランドなのかな、あのこれのね、このバルサミコが結構おいしいんでこれ買ってきます。もうすでにパッケージになってる生ハムとか、あとソーセージとかね、サラミとかです。あとはパンチェッタとかね。あとこの辺は、なんて言うんだろう、ピッツァとか、あとパイ生地にするような、パイ生地って言ってもなんだろう、甘くないやつ、なんていうの、あのキーシュか、キーシュとかに作るようなパイ生地が売ってます。この辺は生パスタ、あとこれ生のサーモンだよね、マグロとか、買ったことないけど美味しいんだろうか。魚が丸々一匹売ってるけど、こういうのも魚屋さんでしか買ったことないから分かりません。これはバッカラだからタラの塩漬け、こっちの人はこれをねフライにしたりいろんな食べ方します。あとペストのパッケージされたものとかね、パッケージになったチーズセクションです。パルミジャーノとかね、モッツァレラ、これは水牛のモッツァレラ、マスカルポーネとかそういうのかな、ソフトチーズ系、リコッタ、クリームチーズ系、これはこれもリコッタね、こっちがマスカルポーネか。あとはスライスチーズ、フェタチーズも買います。スイスチーズとかね。この辺はバターです。生クリームとかね。でも私がいつも買うバターがないので今日はパス。牛乳、あとはそうね、何があるかな、あこっちヨーグルト、ヨーグルトが小さいお店ですがこんなにあります。だいたいどこもね、イタリアのスーパーってヨーグルトの種類多いです。ここ小さいスーパーだけどこれだけあるから、大きなスーパー行ったらもっとたくさんあると思う。全部ヨーグルト。私が好きなのはここの会社のレモンフレーバー。あ、でもここはねレモンとかオレンジのがあるな。これも美味しいですよ。あと変わってるのはこういうコーヒー、コーヒーのヨーグルト、あ、これこれこれがレモン。うちは大きいの買いますけどこれ美味しいです。あとこの辺は、チョコレートがコーティングされた、まあ、ケーキみたいな子供が食べるおやつとかに食べるようなもの。あとはヨーグルトにシリアルをこうミックスして食べるようなものとかが売ってます。牛乳とかヨーグルトでこのインテーロって書いてあるこれ、これが、脂肪分 3.4 とか 3.5 ぐらいじゃないかなと思います。それでこのこっちタルチョナルメンテスケルマートっていうのが、ごめん、スケルマートっていうのが、脂肪分が低いやつ。今見たらこのインテーロっていうのが 3.5%、 こっちが 1.5%、 1.6 かな、そんなもんです。
これ生クリームなんだけど脂肪分が 35% なんですね。だから日本の、ホイップクリームでケーキに塗るのよりは脂肪分全然少ないから日本のものほど固まりません。なのでこっちでいちごのショートケーキとか作るのはちょっと難しいんだよね。